この感じセーフルームがあるかもしれんな。暴いてやる。何をしとったんだよ。よし、こちらの疾風が弱点だ。ここはお見舞い。我が決意の証を見よ。ゾロ、自分の実力は怖いな。自分の実力は怖いな。実力は怖いな。これで終わりだ。お掃除完了。よし。余裕すぎ、歯ごたえない。暴いてやる。先制攻撃チャンスだ。いけ。どれ、我が半身意を示せ。ドロピルソナドロ。自分の実力は怖いな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 。とどめだ。もう時間了。楽勝。大したことねえな。よし、暴いてやる。さて、今の大したことなかったね。正体を見せろ。テラルすぎない。先制攻撃チャンスだ。行け。奪い。おお、召喚クイーン。そこか。おお、召喚クイーン。任せ。まだ終わらないぞ。ペルソナ奪え。結果これでしまいだ。
いいか言えるぞ。そのまま寝てな。あれ、楽勝すぎた。いつでもやれるぞ。正体を見せろ。やめてくれます。よし、こちらの先生だ。いただいていく。おお、上官が来る。よし。弱すぎて相手にならないね。暴いてやる。僕は何をしたんだよ。先制攻撃チャンスだ。行け。ペルソナドロー。自分の実力は怖いな。自分の実力は怖いな。実力は怖いな。チャンス、弱点をつけるな。自分の実力弱点つけるんじゃないか。自分の実力は怖いな。いいか言えるぞ。一丁上がりだ。レベルアップだ。よし、余裕の勝利ってやつだな。正体を見せろ。今度の使いも知らないよ。よし、こちらの先生だ。いただいていく。おお、上官が来る。奪い。おお、上官が来る。よろしく。まだ終わらないぞ。早く来る。楽勝楽勝。
暴いてやる。よし、その技でまた頼むぜ。手応えねえな。暴いてやる。やめてくれます？よし、こちらの先生だ。そこか。ジョーカー、敵を撃破。さっこら。くらえ。おお、ジョーカーがクイーン。よろしく。まだ終わらないぞ。手応えねえな。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。やってやる。いただいていく。おお、ジョーカーがクイーン。奪え。おお、ジョーカーがクイーン。そこか。おお、ジョーカーがクイーン。よろしく。まだ終わらないぞ。我が決意の証を見よ。自分の実力は怖いな。自分の実力は怖いな。よし、余裕。正体を見せろ。よし、シャドウ撃破。ちょっと余裕すぎだろ。さ、正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。楽勝。
しいセーフルームだな。先どうやって進んだらいいの？どっかに仕掛けでもあんのか？我が輩の出番だな。モナ？怪しい場所に心当たりがある。と言ってもこの現実の屋敷の方にな。忘れたか？あの美術館はここなんだぜ。実は前に来た時に偵察してある。お前あん時花からそのつもりで？その通りだ。暇だったからでしょ。でどこなんだそれ？2階の一番奥だ。不自然にごつい鍵がかかってた。鍵かけるってことは見られちゃまずいってことだよね。けど俺たちがこじ開けてるのはここじゃなくてパレスだぜ。扉をマダラメ本人の目の前で開けんのさ。要は扉は開けられないっていうマダラメの認知を変えるんだ。つまりマダラメの家のその扉を開けるとパレスのあれも一人でに開くってこと？なんかピンとこねえな。本当にできんのかよ。我が輩を信じろ。必ず開くはず。ジョーカーならわかるだろう。そうだけどよ。なんだよ、試す価値くらいあんだろう。けどやるとしても現実の方にもごつい鍵があるんでしょ？我が輩にかかればヘアピン一本で楽勝さ。でも多少はかかる。さすがにこじ開けるところから全部まだらめの前でこなすのは無理だ。ちょっとの間目をそらしておいてくれる人がいたらな。屋敷に入んのもどうやるかな。無理に入ったら今度こそ通報だし。何？やっぱヌードしかなくね。奇遇だぜ、リュウジ。同じこと考えてた。
ふざけてんの？別にマジで抜けとは言ってねえよ。マダラメの家に怪しまれず入るには、それが一番の口実だ。アンドノに一芝居打ってもらいたい。急に言われても。それにその鍵のかかってる場所、私知らないよ。大丈夫、我が輩も同行する。けど実質私一人じゃん。最悪バレた時どうするの？パレスに逃げ込むとか。それ大丈夫なの？解決になってる？てか自信なさげに言わないでよ。私がおとりやるしかない。ユウスケを騙して部屋に連れて行かせて、ちゃちゃっと開けるだけじゃん。簡単に言って他に方法ないんじゃ。仕方ない、仕方ない、仕方ないか。やめない。頼んだぞモルガナ、ユウスケに気づかれんなよ。無理に脱がそうとしてきたらあの家ぶっ壊す。てかここまでやってパレス開かなかったら暴れるからね。どの道悪事の裏取りしようって流れだし、無駄にはなんねえよ。よし、早速明日な。明日？早い方がいいに決まってんだろ。え、でも、そう、北川くんがいいって言うかな。んなの、私、明日じゃないと無理とか、そんなんでよくね？Both faces
なあなあ。今日の箇所は答えてください。いいえ。なるほど。さてと。頼むぜ。本当に来てくれるなんて。連絡くれた時は嘘だと思った。ごめんね急で。とんでもない。ただ昨日伝えた通り、今日は先生がもう2、30分もすると戻られる。その気を使わせてしまうかもしれないね。だから今日来たんだっつーの。何か？ううん、何でも。ところで、少し太った？そう？体重変わってないんだけど、むくんでんのかな？じゃあ、とりあえず。ここで用意いいか。脱げばいいのね。頼む。恥ずかしいからあっち向いてて。そうやってるんだ。こっち見ちゃダメだからね。てか先生そろそろだよね。確かそのはず。そう。
場所変えられない？もっと雰囲気いいとこの方がいいな。ここで十分な気が。鍵かかるとこのが良くない？鍵？女の子に言わせる気？鍵のついた部屋なんて先生のところぐらいしか。じゃあそこ。無理だ、それは。大事、俺は鍵を持ってないし。やっぱないってよ。大丈夫だぜ、そのための我が輩だ。このヘアピンで。高牧さん、そろそろ。こんなに来てたのか。今日寒くない？そうかな。まあ確かに日も傾いてきたが。でしょ？だから他の場所がいいなって。だって脱ぐんだし。確かにモデルの気分を盛り上げた方がいい絵になるか。そうそう、そういうこと。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？アンドの演技、演技だぜ。もう早く、せっかくその気になってきたのに。待ってくれ、勝手なことをされると先生に。他の部屋はダメだと。ねえ、この部屋ダメなの？待ってくれって。頼んだからね、モナ。あいつら、マジで大丈夫か？演技で誘惑してみせるとか、だいぶハードル高いこと言ってたけどよ。悪気配全然ねえぞ。もうすぐマダラメが帰ってくんだよな。つかよ、鍵をモナが開けられたとしてマダラメに見せるって難しくね？見せたとしても普通すぐ閉めんだろ。チャンスって一瞬しかなくね？ぶっちゃけこの作戦うまくいったら奇跡じゃね？そうだよな。そろそろだな。ちょっといい加減に。って何？それはモルガナが言ってたのはこの先。ダメだと言ってるのに。遅っ。猫の手じゃやりづれ。どうかしたのか？あ、この部屋は古い絵の保管庫だ。保管庫？ねえ、
北川くん、この中でどう？誰にも絶対見つからない場所の方が私も恥ずかしくないし。ここは先生しか入れない。お願い、二人っきりになりたいの。静かなとこで誰にも邪魔されない感じのとこ。大丈夫か、その棒読み。集中して。ああ、この思いが伝わらないのがもどかしくて。北川くん、私みたいな女の子嫌い？そんなことは。聞いてる？マジか。いいでしょ、続きは中で。いや、そこはダメなんだよ。それに鍵が。じゃあもういい、恥ずかしいし私帰る。そんな。じゃあここね、いいよね。困ったな。帰ったぞ。先生。ゆうすけ。よし、開いた。そこで何をしている？これは違うんです。その中は。何も起きねえ。状況どうなってん？来た！あいつらマジでやりやがった。ああ、マジすげえよ。行こうぜ。よっしゃ。悪いな。セキュリティを突破してきたのか。どうしてなるものか。マダラネ様のお膝元である。お前らなんて眼中にねえんだよ。
こでヘマして暗にどやされる方がよっぽど怖いってな。まずいよ。電気、これ？これは。この絵、確か、さゆり？なんでこんな。俺に聞かれた。出て行け！先生、これは。見られてしまったのならもう黙ってはいられんな。実は借金を抱えている。このさゆりは私自身が模写をして特別なルートで売ってもらっているんだ。本物のさゆりは昔の弟子に盗まれてしまった。厳しくしすぎたことを恨んだのかもしれん。そのことがひどくショックでな。以来私はスランプに陥っている。苦悩から弟子の着想を譲ってもらったことがあるのも事実だ。このままではいかんと私は何度かさゆりの再現を試みた。だが出来上がるのは所詮模写。そんな時その模写でいいから譲ってほしいという人が現れてな。全て私の責任だ。有名税というのを払いきれなかったのさ。期待され活動を広げていかねば多くの方々に迷惑がかかるようになった。お前の才能を伸ばすにも金がいる。不甲斐ない死をどうか許してくれ。やめてください。なんか変。元の絵が盗まれたのにどうやって模写したの？画集用の精密な写真が残っていてね。写真のさらに模写が売れたの？よくわかんないけど、絵とか買う人ってそれなりに芸術わかる人なんじゃないの？嘘っぽいんだよね。お前に何がわかる？とにかく違和感があるってこと。アンドロ、これだけ何か違う。さゆり、これは本物のさゆり。さっき盗まれたって模写だ。いや、これは模写じゃない。この絵に支えられてここまでやってきたんです。
これは偽物、そうだ、贋作だ。迷惑な贋作があると聞いて買い取ったのだ。本家が贋作を買ったっての？それ無理ありすぎでしょ。先生は嘘をついてる。さゆりの真実話してくれませんか？お前まで。警備会社に通報してやったわ。嘘。迷惑な三流記者対策のつもりだったが、飛んだところで役立ったわ。待ってください、話を。話なら警察でしてくるといい。お前も一緒にな、ユウスケ。アンドロ、走るぞ。猫、どこから。無駄だ、2分と経たずに来るわい。竹巻さん。よっしゃ、行くか。感じるぞ。よっしゃ。よっしゃ。あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。着ぐるみには見覚えがないが、何なんだここは。心の中よ、まだらめの。先生の心の中。高巻さん、悪いが気は確かかい。嘘じゃねえ、これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。タラメを言うな。北川君だって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。それは信じたくないかもしれないけど、ここはまだらめが見ているもう一つの現実。まだらめのつましい世界が。お前ら一体何なんだ。腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生などどこに。目覚ませって。だが、それでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。
許すってのかよ。このままじゃお前、うん、大丈夫？頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる。さっさとずらかるぞ。いや、結構だ。よし。なんということだ。出口は目の前だってのに。誰？嘘。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。ようこそ、マダラメ画伯の美術館へ。先生なのですか、その姿。嘘ですよね。あんなみすぼらしい格好は演出だ。有名になってもあばらや暮らし、別宅があるのだよ。女名義だがな。心にもないことを。なぜ盗まれたはずのさゆりが保管庫に。本物があるのに、なぜたくさんの模写を。聞かせてくれ。あなたが先生だというのなら。まだ気づかんのか、青二歳目。盗まれたなど私が流したデマだ。全部計算し尽くされた演出なのだよ。どういうことだ。例えばこんなのはどうだ。本物が見つかったが公にできない事情がある。特別価格で譲りたい。どうだこの特別感。俗人どもは大枚はたいて食いついてくる。絵の価値など所詮は思い込み。ならばこれも正当な経済行為だ。まあガキには想像できんだろうがな。さっきから金金金。道理でこんな気持ち悪い美術館ができるわけだぜ。
てか、あんた芸術家なんでしょ？盗作とか恥ずかしくないわけ？芸術など道具に過ぎぬわ。彼と名声のためのな。お前にも稼がせてもらったぞ、ユースケ。ムカつくけどよ、あれがお前の師匠だ。なら、あなたの才能を信じている者は、天才画家と信じてきた人々は。これだけは言っておいてやる、ユースケ。この世界でやっていきたいのなら、私に歯向かわぬことだ。私に意を挟まれて出世できると思うか？こんな奴の世話になっていたとは。ただの善意で引き取ったとでも思っておったのか？有能な弟子を集め、着想を吸い上げれば、才能ある目障りな新芽も摘み取れる。着想をいただくなら、大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。なんてことを。家畜は毛皮も肉も剥ぎ取って殺すだろうが、同じだ、バカ者め。喋り疲れたわい。そろそろ。許せ。ん？許すものか。お前が誰だろうと。長年勝ってやったのに、結局は仇で返すか、クソガキめ。者ども、続行しますしろ。下がってて。面白い。え？事実は小説よりきなりか。北川君？そんなはずはないと。長い間俺は自分の瞳を曇らせてきた。人の心眼すら見抜けぬ節穴とは、まさに俺の眼だったか。ようやっと目が覚めたかい？真実から目を背ける貴様こそが何より無様なまがいも、たった今決別するのだな。いざや契約、ここに結ば。我は汝、汝は我。人世の美醜のまことのいろは、今度は貴様が教えてやるがいい。よかろう。来たれよ、小右衛門。絶景かな。まがいものとて、こうも並べば相関至極。悪の花は栄えども、醜悪、俗悪は滅びる定め。おりゃ、すごいぞ。ふん、息がよって、何も知らずに死んでる不甲斐は。出られ、出られ。貴様を親と慕った子供たち、将来を預けた弟子たち、一体何を踏みにじってきた。いくつの夢を金で売った。俺は貴様を絶対に許さない。望むところだ。様の御前である。図が高いぞ、侵入者ども。勉強させてもらったよ、マダラメ。
心眼を見抜くには時に冷徹さがいること。心置きなく貴様を見定めさせてもらう。俺の五右衛門と共に。彼はもう一人の俺だ。これだろ。